皆さん、こんにちは。週刊手帳術の著者、雲野隆です。えっ、ー、と、今日もですね、あの手帳の雑感ということで、えー、お話をしたいと思うんですけども、あの、テーマはですね、まあ、前向きなだけが最善じゃないですよ、みたいな、まあ、そんな話をしたいと思います。まあ、これねど、どうしてこのテーマにしたかっていうと、あのー、まあ、ね、もう年末も、 あの、押し迫ってて、で、まあ、来年のことどうしようかな、みたいなふうに考えるんでしょうけども、あの、まあ、うまくいかなかったという、えー、人が、まあ、どういうふうに考えるかっていうと、じゃあ、ちょっとこう、今年はうまくいかなかったから、来年はこう、もうちょっと前向きになってで、もっと頑張ろう、みたいな感じで、あの、作戦を、計画を立てるんでしょうけど、あの、頑張りすぎても、 <laughs> いい結果にはならないですよみたいな、まあちょっとその足をすくうような話なんですけども、まあちょっとそんな話をしたいと思います。でまずですね、あの、失敗しちゃったというか、うまくいかなかった時人って、まあ、こういうのが多くて、その計画に対してこう予定をこう100入るように、要はその100に到達するように、まあ、ピチピチの計画を立てて、 で実際にはこう割り込みが入られちゃって、で、まあ90だ、80だみたいな、まあそういう結果になっちゃうよという人がまあほ,ほとんどというかまあ少なくないと思うんですけども、あのー、なんでこうなるかっていうと、まあ私の中ではもうあの結論付けられていて、計画に対して予定がイコールになってるから、その何かこう割り込みが入られた時に、えー その100、100の計画を立てちゃってるもんだから、もう邪魔が入った瞬間に100なくなるみたいな。まあ、なので、まあ、結果をのずと、その100にならないということ。で、まあ、良くないのは、その、それがね、その会社みたいな、その組織的に動いてるところだと、まあ、自分が足引っ張っちゃったみたいな話になって、まあ、計画が狂うわけですね。なので、まあそ、そうならないようにしなきゃいけないみたいな、まあ、そんな話にはなると。 いうふうに思うんですけども、じゃあそんな時にどうするとか、どうしなきゃいけないとか、あと、ん上司からそういうふうに言われちゃうっていうのは、その、今まで100だったのに対して、その、<laughs> 上乗せの、その目標を入れ込まれちゃうみたいな、そういうことになっちゃうでしょうねっていうのが、まあほとんどだと思うんですね。なんで、あの、そうすると今度ね、その、 同じように考えちゃうわけだから、まあ、110の目標だったら、110の予定をこう立てなきゃいけないみたいな、まあ、そんな話になってきて、まあ、だんだんこう疲弊しちゃうわけですよ、ということです。なので、そのそ、そうならないようにしなきゃいけないみたいな話になるんですけども、あの、まあ、これはね、あくまでその、さっき言っちゃったのは、その会社の予定なんで、まあ、その、それはそれでやんなきゃいけないんでしょうけども、ね、 あのまあ、私自身それをねその、まあ、せ成長する方に当てたりとかっていう風にするにはどうしたらいいかみたいな、うん、そういうことを考えなきゃいけないんじゃないかなという風に思,思ってたりもしますしそのうまくいった時にじゃあ前,前向きにもっといけるんじゃないかみたいなところでえあの パーセンテージをこう110%にするみたいな、そういうことしちゃうと、こう、何回も何回もそれが続くかっていうと、私はそういうのって、やっぱ一時的なものかなというふうに思っています。あの、残念ながら、その計画に対して、こう、まあ、結果が、こう、及ばないと、どうしても、その、計画と予定を、まあ、それ以上のものを作って、 作って、まあ頑張るんでしょうけども、あくまでそれって一時的な話で、まあ実際には続かないかなというふうに思ってます。で、あの、考え方をどうしなきゃいけないかなっていうのは、あの、少なからず、その 60. 60、60.60%みたいなところで、そのと、止めるというか、あの、考え方をそ,そういうところにしとかないといけないかなと。 いうふうに思っていますで60点の,その合格点のところなので、まあ、その一生懸命やって100っていうのもありなんでしょうけども、まあ、私の場合は多少の余裕を持って、まあ、空白を持ってえあの100を出さない。出さなくていいようにすると。でそうするとそのあの、多少こう心の余裕みたいなのがあったりとか、その空白の時間っていうのは次の こう目標に対して投資するという、まあ、そういう,こう気持ちの余裕みたいのができてで、まあ、実際その割り込みとか入れられても、まあ、その最悪の場合そこの空白の時間を使ったりとかっていうことがまだできるということと、まあ、あわよくばそういうその割り込みとか邪魔されるものがなくて、まあ、そのままこう成績として残るとかっていうことだったりとか、まあ、あのけ結果も結果であのそ,それに。 順次できていて、まあ、それがこう成長する分とか、まあ60点のところに、こう,う、うまいことこう収まるんじゃないかなというふうに思ったりもします。だから、まあ、あのー、私自身の考え方です。まあ、計画をこう6できても60%ぐらいのところに、まあ、と、とどめておく、えー。少なくともそういう、その計画立てをしていて、で、それ以上の予定。 を、えー、考えるということ。で、えー、多少の空白時間を持っておくということ。でもそうするとその、うん、成長を伴う計画みたいなものが作れて、まあ、その、上乗せ分を成長の分に当てるとか、まあ、空白の部分を成長のところに当てるとかっていう、まあ、いろんなこうパターンができるので、まあ、私自身はその、 理論的にですよ理論的にそういうふうに考えていてあの実際の,そのプライベートな計画なんかはその60点みたいな要は全部できても60点でも実際にはそれ以上に行動してるから70点80点っていう結果が出てきてで当然60点を超えてるから、まあ、基本的にはそ振り返りもしなければその反省点みたいなものが全くないみたいな、まあ、そういう,こう結果が残る。 っていうふうに、まあ、あの、頭の中ではそういうふうに考えています。で、実際にどうかっていうと、まあ、そ、そ、ほぼほぼその通りでなりますね。あの、まあ、気持ちの余裕があったりとか、っていうことであったりとか、あの、の60点を取るし、60点以上取れるっていう、うん、まあ、あの、自信というか、まあまあ、そんなものがあって、あの、 少なからず、その悪い点数に、いわゆる60点ギリギリとか、っていうことにあまりなったこともないし、あの70点、80点ぐらいは、まあ普通に取れるのかなって。もっと言っちゃうと、その予定をそれ以上にやってるから、まあ100に近いもの、もしくは100より超えちゃうようなもの,の成績になる場合もありますというところなんで、まあ、その、うん。 あくまでもね、そのけ計画より予定をこう、あのー、しっかりと積まなきゃいけないっていうところはあるんですけども、うんうん、それさえやってれば、あんまりこう変な成績というか結果にはならないかなというふうに思っています。で、私はこれをね、その成長を伴う計画みたいなこととして、まあ、毎年毎年、その、ちょっとずつ上げてはいくんですけど、いきなりこう、ドカンと、その、 一か八かみたいな、そういう計画は、まあ、あまり立てないようにしていますという、そんなところです。ということで、まあ、何かの参考になればいいかなと、まあ、来年の、こう、計画というか、目標を作るときに参考にされていただければいいんじゃないかなというふうに思います。ということで、今日の動画は以上となります。えー、最後まで視聴いただきありがとうございました。運のたかしがお送りしました。それでは。